ご来場ありがとうございます。まもなく開演いたします。はい、2週間前です。練習終わりました。これから幹部で最終調整というか最後の話をするんですけども、今ですね、川越の道路を幹部のメンバーで歩いてるわけですが、そう、一人で今喋らされてるんですけど、すごい恥ずかしいですね。上にホテルがあって下に商業施設があるんで、新しくできた建物なんでね。そう、これ U プレイスって言うんですけど、川越駅の西口に新しくできた商業施設兼ホテルなんで、あの川越にお泊まりしたい人はぜひ使ってください。あの、美味しいラーメン屋とかめちゃくちゃあるので、めっちゃおすすめです。はい、ということですね、川越の宣伝みたいな感じになってますけれども、この後しっかりマクドナルドに入ってですね、演奏会に向けて、最後の調整じゃないですけど、あの話し合いをしてですね、しっかり本番に備えています。で、第1回定期演奏会ですけれども、改めて宣伝させていただきます。2020年今年の末ですね、12月27日日曜日、12時半開場、1時開演、所沢市民文化センターミューズマーキーホールにて開催いたします。全席自由の1000円とさせていただいているんですけれども、中学生以下は無料でお入りいただけますので、あの、その際は学生証をお持ちいただければなと思います。それでは皆様、本番お待ちしております。ありがとうございました。本日は埼玉玉虫公共吹奏楽団 YouTube へのご来場ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。